コナモトチャンネル。はい、こんにちは、コナモトチャンネルのコナキチです。いきなり海からスタートなんですけども、あまり意味はございません。たまたまトイレが近かったので、これでスタートになります。ね、だいぶ11月になって、涼しくなってツーリング日和になってきたなと、今日この頃なんですけれども、皆さんツーリング行ってますか？千葉県でもね、11月中旬から、12月初旬にかけて、いろんなところで紅葉が見られると思いますので、それを目当てに、ツーリング行かれる方も多いんじゃないかと思います。そういった方にぜひね、林道も走ってみたらどうかなっていう、お誘いの動画になります。私のチャンネルをご覧になっていただいている、視聴者様は、今まで私の林道に行ってる動画を見てるので、結構ね、林道も大変なんじゃないかと思われがちなんですけども、まあそんなね、大変な林道ばっかりではなくて、結構ね楽しめる林道もありますのでね、初めての方でもね、そういったところであれば十分楽しめますのでね、ぜひね今年の紅葉の季節のツーリングに、取り入れてみてください。ここはですね、先週に引き続いてのこぎり山になります。まだ11月上旬なんで、紅葉は進んでないですね。やっぱり11月中旬ぐらいにならないと、見頃とは言えないんでしょうね。林道を走ってみませんかということなんですけれども、私今年の1月にこの ADV を乗り始めて一番最初に、上げた動画で、これから行く金谷元名線というね、林道で撮影をしたんですけども、そこを走ってやっぱり一発でね、林道の魅力に取りつかれてしまった、人間でございまして、まだね、1年も経ってない、初心者、未熟者なんですけれども、そういったね、この空き地がいきなりこう林道の話をしていいものかっていうのがいろいろあるんですけども、と、ね、林道の解説をしていこうかと思います。はい、それでは行きますよ。はい、それではね、金谷元名線の方で行きましょう。はい、金谷元名線は入ってからすぐは、舗装になりますね。ここはあれですね、コンクリート舗装です。で、すぐねヘアピンカーブになりまして、はい、ここからねアスファルト舗装になりますね。少しずつちょっとずつね路面状況が変わりますんでね、もう金谷元名線はもういろんなタイプの路面があるので、すごくね、そういった面ではね勉強になる林道になりますよね。で、決してね、急な坂があったりとか急なカーブがあったりとか、そういったことはないので非常に走りやすくて、本当に初心者の人でも十分楽しめる林道になってます。ただしね、注意点があるので解説していきます。今ね、車とすれ違ったんですけども、ここのね実はね横、ここ葉っぱが今敷き詰めてありますよね。ここね、溝があるんですよ。なので今みたいに車来たからといって路肩に寄せてしまうと溝に落っこちますね。これがね溝です。この溝が先ほどのところもあるので、不用意に、左に寄ると落ちます。それなので気をつけてください。この溝は全部にあるわけじゃなくて、ちょこちょこと左側にあったり右側にあったり、しますので、これは注意が必要ですね。で、大体まあ落ち葉に隠れてしまうような、厄介な代物ですね、この時期だと。はい、ここら辺からダートになるんですけども、比較的これ見ていただきて分かるように、幅が広いしフラットなダートが最初続きます。
はい、ここら辺はあれですね、以前の舗装が少し残っているので、多少ね、段差があるような感じになりますけど、まあ、比較的走りやすい、路面です。でここからね、急に砂が浮いてきて、ちょっと、走りづらい部分があります。ここら辺はね、ちょっと湿った土なので走りやすいですね。でこういったところで、まあ、フラットで、走りやすいからといってスピードを出すと、いきなり転ぶ可能性があるので、注意が必要になります。競技するわけではないので、なるべくスピードを落とした方がいいかと思います。はい、でここら辺とかはね、本当に左側見ると房総の山々が見えて、今もだいぶ紅葉が少しずつ、始まった頃ですね。もうちょっとするといい色合いになると思います。はい、結構ねここも段差がありますね。で、あの私のね動画でたまにコメントで、立って乗ってますか、座って乗ってますかっていうふうによく聞かれるんですけど、まあ、これ微妙なんですけど、これあのオフロードバイクと違ってスクーターなので、私の場合は、足をねこう前に出して、このシートを太ももで、挟み込んで、お尻を少し浮かすような感じの乗り方を主にしてます。すごい段差とかで腰に一気にあの負担がかからないですし、あのニーグリップみたいな形で太ももで、抑えられるので、すごく安定しますね。いろいろね試したんですけど、 ADV だとこの乗り方が一番体に合ってますね。ここら辺はね舗装が剥がれてたりとかしていて、結構ね段差があります。でここですね、こう色変わっているこの採石なんですけど、これおそらくあの比較的新しく敷き詰めた採石になります。こういったところはあのいきなり滑る可能性があります。なので注意が必要ですね。まあ、ここら辺は大丈夫ですけどね。ここら辺も多分また入れたばっかりなんでしょうね。ここら辺はね、ほら砂利が浮いているので、こういったところは、滑りやすいですよね。気をつけた方がいいです。下りになります。で下りは基本的にリアブレーキ主体で走った方が安定しますね。ここもかなり砂利が厚く敷いてあるので、滑りやすいですね。で私ねずっとねここの、草原をね走りたいんですけど、まあ今日はまあ比較的あの路面状況はいいんですけど、だいたいここヌタヌタでも水が溜まってるんで、まだまだ、ちょっと走れないんですけど、まあ冬場で結構あの雨がねしばらく降らなかったら行けるかななんて思ってるんですよね。ただし多分ねこの間ねここを東京電力の人となんかそれらしき人たちが見ていたので、もしかしたらね太陽光パネルを敷き詰められるんじゃないかなってちょっと心配はありますね。はい、以前はねここから入れたんですよね。ここ立ち入り禁止って書いてあるんで、まあ、多分ね、持ち主の人がいるんでしょうね。だからまあ気楽に本当は走っちゃいけない場所なんでしょう。でここら辺は、岩盤室のところが出てくるんですね。ここですね。ここら辺はこういった路面は、ここの金谷元名線は比較的日が当たるので乾いてるケースがあるんですけど、日の当たらない林道でこういう路面の場合は苔が生えていて滑りやすいし、もしね転倒した時には非常に痛いと思います。
なので、注意が必要ですね。千葉県はもともと海の中の土地が隆起してできた、土地なので、こういった岩盤のところは多いですね。おお、色づき始めてますね、この辺も。こういうこの崖っていうのかな、こういった景色が千葉雄大ですごくいいですね。ここら辺もね、色づき始めてますね。素敵なこう道ですね。はい、でここら辺からまたね、砂利が分厚くなってきて浮いてますので、ちょっと注意が必要ですね。はい、それを越えるとここは、良質な土の路面になりますので、グリップがいいです。こんな感じでね、林道って結構同じような路面が続いてるわけではなくて、いろんな複合的な路面が続いているので、そういった面では注意が必要ですね。大丈夫かな。あら、後ろから車来てるんで。はい、そしてここが分岐ですね。竹岡線の方の分岐なんですけれども、もうしばらくね、こちらの方はずっと通行止めが続いているので、まあ、直す気がないんでしょうね、きっと。まあ、そのうち廃道になってしまうかもしれません。はい、それじゃあ行きましょう。もうここら辺になるとあれですね、もう森の中っていう感じがして、非常にね、気分転換になると思います。ここはね、キャンプできそうな感じの場所ですよね。はい、また少し入ってきました。で、林道でよくあるこういう溝なんですけども、このね、金谷元梨線はほとんどこういう、溝がなくて、あってもこれだけね、浅いところなんですけど、まあ、林道によってはかなりね、深いところもあります。まあ、そういったところは ADV では非常に、走りづらいというか、危険なので、避けた方がいいです。まあ、後でね、ちょっとハマってみようと思ってるんですけど、でここではね、猿とか、鹿ですね、見たことあります。お、木がある。あれぐらいの木だと ADV いけるとは思うんですけど、ちょっと不安だな。まあいいや、ちょっと行ってチャレンジしてみましょう。転んだらごめんなさい。簡単だった。ちなみにね、今日は空気圧は標準のままで走っております。でここら辺は下りで、かつね、砕石が結構多くて、ちょっと注意が必要ですね。で岩盤質にもなってるし、なかなか難しい路面でしたね。でこの後はね、またこう、フラットななだらかな道が続いて走りやすいですね。ここら辺は落石は結構あるみたいで注意が必要です。はい、ここも少し溝がありますね。でこういった、いきなりドローになったところは、まあ、アクセルを一定でそのまま、走り切っちゃうのが一番いいですね。下手にブレーキをかけたりアクセルを開けると、スタックとか、転倒の危険があります。はい、ここもね、すごい岩盤質ここね。でここが終わると、舗装路になりまして、コンクリートで舗装されています。このね、舗装路に行くと、この先に非常にいいビュースポットがあります。
ただし、坂の途中になりますので、カーブとね、バイクを止めると倒れるかもしれませんので注意が必要です。遠くに海が見えて、で今はねそこら色づいた木があって、なかなか雄大でいいですね。よいしょ。でこの舗装が始まったらもうすぐ山頂になります。山頂はですね、のこぎり山の登山道と、高のこぎり山の登山道と、いろいろあるんですけども、関東ふれあいの道ですね。でまあ確かねこの先この間の雨で崩落していて、ここからのこぎり山の頂上には行けなかったと思うんですけど、まあ、これちょっと、ね、確かめてはいないんですけど、そんな感じがします。それとこちらですね、この先は今通行止めになっておりまして、この先ちょっと崩落があって走れないです。以前はねこの先、通れて、このまま穂田の海岸まで出れる、先ほど一番最初に、ね、冒頭で、お話しした海岸まで行けるので、走りごたえがあっていい道だったんですけど、まあ、今の段階ではここの山頂までしか行かないですね。それではねちょっとね、Uターンしていきます。岩盤室こんな感じで走ってますね。ここでスピード出すとそれほど段差を感じないんだけど、やっぱりゆっくり走ると段差感じますね。はい、ではね、先ほど言った V 字の話、溝の話ですね。ここでわかるかな。こう例えばこうADV で行くわけですよね。そしたらここら辺が今ちょうどね、一番深いのかな。こうはめるとですね、ちょうどこう ADV の幅と同じぐらいの溝なんですけど、やっぱタイヤがね、下に入るので、こう傾ける部分がね少なくなってしまうね。あとこういう風な感じで滑る感じですね。でやっぱりねこうはまっちゃうともう戻るしかなくなるんですよね。こう下りだったら大丈夫ですけど、上りだったら大変ですね。行けなかった場合は大変なんで、よいしょ。これなんかもそうかな。これぐらいだったら大丈夫なんですけど、だいたいこうやって行くとこの先が結構急になっているじゃないですか。でそういったところで、立ち往生してしまう可能性もありますし、まあ、物理的にねこれよりも細くて深ければ ADV では走れなくなっちゃうんですよ。なのでこういう、溝関係は、できれば避けた方がいいです。ねこういうね、分厚い砕石もね走りづらかったりするんですよね。でここまでね、石がなくな埋まっていてくれると走りやすいですけどね、ここも大体走りやすいですね。これぐらいだとこう急にねこうなってしまうとね、ブレーキかけたら滑っちゃうし、注意が必要ですよね。ガードレールある分にはいいですけど、こうやってガードレールがないところだと崖まで落ちてしまいますから、あんまりね、崖の近くを走ったら危ないですから、まあ、そういったところも注意が必要になります。さっきは結構バイクの人とすれ違ったんですけど、全く今会わなくなっちゃいましたね。ちなみに私のバイクは今1万5000キロで新車装着のタイヤなので、ほぼ山がなくなってきてしまいました。まあミシュランの、ね、新しいタイヤがまだ来ないのでどうしようかと思ってるんですけど、
まあ、実際こう林道をね安全に走れるとしたら、まあ、8000キロから1万キロぐらいまでが限界じゃないかと思います。それ以上になっちゃうとやっぱり溝が、薄くなって、結構ね大変になりますね。で、林道って結構こういう溝があって、こうやってね道路に対してね横にこう渡ってる溝の間っていうのはこうやってコンクリートの補強がされてるんですけども、金谷元名線はそれほどひどいのはないんですけど、このコンクリートとこの土の間のところに段差が結構ある道が多いんですね。そういったところに不用意に突っ込むと、タイヤとかをね傷めてしまいますので、そういったね、道路も、林道では気をつけた方がいいです。もうひどいところだとね、20センチぐらい段差になっちゃってるところがありますよね。おお、普通の軽乗車がここ入ってるんですね。だいぶね、急な下り坂、リアブレーキ主体で走ってます。で段差がやっぱりねあるんでね、腰は浮かしてあります。で確かねここら辺が景色が良かった気がするんですね。ほら、海が見えるんですね。ここからだとちょうどねビュースポットですよ。行きは気づかないんですけどね、ここの林道は本当に決して難しい林道ではないので、もうあれですね、ゆっくり走ればね結構安全ですよ。なんでもしね近くに来たらこの金谷元名線ぜひねチャレンジしてみてはいかがかなと思います。ね、やっぱああいう普通の車でもね来れちゃうんですから、ぜひ ADV 乗ってらっしゃる方で林道を走ったことない方で千葉県の方でしたらここはおすすめです。はい、ではね金谷元名線でした。いや楽しかった。じゃあこの後ねちょっとね、次回の動画の下見行こう。ちなみにちょっと見えるかな、ブレーキレバー変えたんですよ。サイドブレーキになるこのタイプですね。これすごく握りやすいし、もっと早くつければよかった。こうやってね坂道のところでブレーキかかってるんで、安定して止めることができるし、いいですね。